どうもこんにちは。今回はチャンネル登録者5000人突破の動画を撮っていきたいと思います。5000人いけたのもね、普段ご視聴いただいている方々、コメントやね、高評価をくれる方々のおかげだと思っております。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ということで、5000人記念の動画を残していこうと思ったわけですが、まあ、やる内容はこちら映っておりますね。チャット GPT をちょっと使って遊んでいきたいと思います。具体的にはですね、これまでプレイしたゲームの世界に自分を登場させて、その中のね、キャラクターたちと絡んでいったりして、ちょっとね、思い出に浸るというかね、過去を振り返ったり、この先の糧にね、していったりしていきたいのかなと思います。まあ糧になるかは分かりませんが、まあチャット GPT はね、私触ったことはあるんですが、まあなんかね、こうセリフありの物語を書かせると割とね、面白いやつだということが判明しているので、そこのね、実力を発揮していただきたいかなと思っております。では早速やっていきましょうかね。じゃあまずはやっぱりバイオハザードシリーズのね、世界に行ってみましょうかね。はい、今バイオはね、7までプレイしているんですが、やっぱりね、ここまで実況を続けてこれたのはバイオハザードがね、楽しかったというのもありますしね、これからもよろしくお願いしたいところですので、はい、その世界に行ってみたいですが、まずその前にね、チャット GPT 君がバイオハザードをね、どれだけ理解しているのかちょっと聞いてみたいので、はい、じゃあまずはこれを聞きましょうかね。ホラーゲームバイオハザードの概要を説明してください。チャット GPT 君がどれだけバイオハザードを理解しているか。はい、結構長々と説明してくれましたね。バイオハザードは日本のゲームメーカーであるカプコンによって開発発売されたホラーゲームの名作シリーズです。北米及び欧州ではレジデントイービルとして知られていますと。うん、タイトルがね、このね、欧米と日本で違うというのも有名な話ですね。で、このシリーズは96年に初代バイオハザードがプレステでリリースされて以来、多くの作品が展開されていると。で、概要は次の通り。はい、舞台と背景。バイオハザードは架空の都市や施設、荒廃した場所など、不気味な舞台を舞台に、おっとちょっとかぶっている声がありますが、はい、主な舞台としては、洋館、地下研究所、廃墟の街、うん、謎めいたことをね、いろいろありましたね。これらの場所は、生物兵器 T ウイルスといった危険なウイルスによって人間や生物が恐ろしい怪物に変異したりゾンビ化したりすることで有名です。はい、有名ですね。で、キャラクターは、うん、特殊部隊員や捜査官、謎の人物、さまざまなキャラクターを操作します。彼らはウイルス感染したクリーチャーやゾンビたちと戦いながら謎を解き明かし、生き延びることを目指します。プロットはシリーズごとに異なりますが、共通して陰謀や裏切り、過去の遺産などがテーマとなっています。やっぱりこう改めて説明されるとね、いろいろ思い起こされるところもありますが、で、ゲームプレイ3番。バイオハザードシリーズはサバイバルホラーゲームとして知られています。プレイヤーは限られたリソースを使いながら恐ろしい敵たちと戦い、謎を解きながらゲームを進めます。リアルなグラフィック、緊張感あふれる音楽、臨場感のある演出などがプレイヤーをゲームの世界に引き込む様子となっていますと。うん。最近やったね、セブンとかは、一人称視点なこともあって、よりね、距離感が近く感じたりもしましたが。で、成功と評価。ホラーゲームのジャンルを確立し、後続の作品や他のゲームに多大な影響を与えましたと。はい。ゲーム業界での成功を収めていると。で、PS、Xbox、PC などでプレイできます。そうですね。今、スイッチとかでもできるんでしたっけね、確か。はい。で、以上が概要ですと。はい。まあ、なので、チャット GPT 君はもう、バイオハザードの前知識はバッチリ。はい、じゃあ、この世界にね、私を登場させて、物語を作っていただきましょう。じゃあ、まずはこんな感じで行ってみましょうかね。バイオハザードの世界に、鍵橋という人物を登場させ、主人公たちと協力して危機を脱する物語をセリフ付きで書いてください。鍵橋とはいかのような人物です。YouTube にゲーム実況動画を投稿しています。ホラーゲームは好きですが、音量は苦手です。ゾンビは平気です。銃などの武器は使いませんが、姑息な戦法で生き残ろうとします。音量などに襲われた場合は、まず命乞いをします。ゲームの主人公を一時的に刺激し、戦わせることができます。はい、こうやってね、設定をちゃんとやってあげると割とね、細かく描写してくれるようなので、これでね、バイオハザードの世界に切り込んでいきましょう。まあこのゲームのね、主人公を一時的に刺激するっていうようなね、ゲームプレイヤーというかね、実況者としての能力ということで。それではいきましょう。えい。さあどうだ。はい、物語が完成したようですので、読んでいきましょうか。舞台は洋館が立ち並ぶ不気味な場所。ウイルス感染によってゾンビや怪物が跋扈するバイオハザードの世界。主人公たちはこの恐ろしい状況から生き延びるために戦っています。ここは普通ですね。主人公たちが洋館内を進むと、突然不思議な影が現れます。それは、鍵橋と呼ばれる謎めいた人物ですが、私出てきましたね。彼は黙って主人公たちに協力し始めました。しかも無言で謎の協力をし始める。まあでもバイオハザードはありがちですよね。何の説明もせずに協力し始めるっていう。
で、鍵足、こんにちはみんな。ちょうどゲーム実況ゲーム実況動画撮っていたところだったんだよ。でもこんなところで何をしてるんだろうね。いや、お前に言いたいよこんな洋館でゲーム実況撮ってたの。で、主人公1、あ、名前がないか、残念。君を助けが必要なのか。鍵足、まあ実は音量は苦手なんだよね。でもゾンビなら平気だから大丈夫だよ。主人公に、あ、2人いるね。これはクリスとジルだったりするか。武器は使えるか。残念ながら銃などは使ったことがないんだ。でも古速な戦法は得意だよ。生き延びる方法を教えてあげる。なんか偉そうだな古速な戦法とか言ってるけど、ありがとう。じゃあ協力しよう。鍵足は音量などに襲われた場合でも命がけすることでしばらくの間攻撃を回避する方法を教えてくれました。また不思議な力を使って主人公たちを一時的に操ることもできるようでした。これ若干敵じゃないか、もう。洋館の奥深くに住むにつれ、敵はどんどん強力になっていきます。うん。主人公たちと鍵足は、困難な戦いに次々と立ち向かいます。鍵足、あそこにいる怪物、一度私の力で操ってみるか。怪物操れるの、主人公だけじゃなかったの？お願いします。なんか敬語になってるし、主人公も。鍵足の力で怪物を操り、主人公たちはかろうじて危機を出します。出しちゃったやった、うまくいったね。君のおかげだ、本当に助かったよ。いやいや、皆さんが頼りになるんだよ。意外と謙虚物語は進み、鍵足の戦略あった主人公たちの勇気によって少しずつ危機から脱していきます。ゲーム実況者としての知識やそれいる冷静な判断力を持つ鍵足の存在は主人公たちにとって大きな支えとなりました。なんかすごいこう支えみたいに書かれてるけど、なんかそんなあんまり重要ポジションとして描かれるとちょっと若干こそばゆい感じになってきますねしかもゲーム実況者としての知識や冷静な判断力いる、これゾンビに対して。最終的に主人公たちは洋館からの脱出に成功し、鍵足と共に難関を乗り越えました。ああ、なんかね、きっとこう過去のねゲームプレイの何かがね役に立ったのかもしれませんね。おめでとう、これでゲーム実況動画ゲーム実況動画に素材ができたよ。あ、もうこれ自体をゲーム実況動画として投稿しようとしている、そういう感じですかそんなことを考えていたのか。ほら、もう突っ込まれちゃってるじゃん。それもあるけど、本当はみんなと一緒に危機を脱したいと思っていたんだ。ありがとう鍵足、君がいなかったら私たちはきっとここから出られなかったよ。お互い様だよ、また一緒に冒険しようね。鍵足と主人公たちは握手を交わし、新たな冒険へと歩き出しました。バイオハザードの世界での絆は彼の強い結びつきとなっていきました。ああ、なんかね、ちょっといい感じで終わっていますけど、ただちょっと具体的なことはあまり何も書かれていませんねいや、まあでもこの世界でも私はね、ひたすらゲーム実況のことを考えていて、まあ、それを駆使して難局を乗り切ると、そういうキャラクターなんですねしかもどうやら敵キャラをね操れるという能力者になんか改変されてるんだが主人公たちを刺激するわけではなかった。ただちょっと名前がないのがちょっと残念でしたね。ちょっと具体的に名前でちょっとやってほしいな。それを提案してみましょうか。じゃあこれでいきましょうか。クリス・レッドフィールド、レオン・S・ケネディ、イーサー・ウィンターズ、鍵足でバイオテロの危機に立ち向かう物語をセリフ付きで書いてください。はい。まあ、イーサンはね、一般人ですけど、まあ、ここはね、夢が叶う世界ですので、このドリームチームで立ち向かっていきましょう。さあ、どうだよ。はい、結構がっつり書いてくれたようですので、読んでいきましょう。ある日、地球規模の恐ろしいバイオテロが発生し、世界は混乱に陥っていた。なんと、地球規模。クリス・レッドフィールド、レオン・S・ケネディ、イーサン・ウィンターズ、そして鍵橋は、それぞれの力を合わせて危機に立ち向かうことを決意しました。いいですね。舞台は謎めいた地下研究施設。クリス、レオン、イーサン、鍵橋、この施設がウイルスの拡散源だと確信している。私たちの任務はこれを止めることだ。クリスの一人称が私になっていますが。やっぱりね、こうやってね、クリスに名前を呼ばれてるのはいいもんですね。で、次、レオン。そうだ、でも気をつけろ。ここには何か裏があるはずだ。まあ、あるでしょうね。レオン君がそういうならありますよ。で、イーサン、俺も気になっていた。何者かが我々を利用している可能性が高い。ああ、なるほどね。逆に利用されていそうだと。で、鍵橋、音量などに遭遇したら、命乞いをすれば時間を稼げるよ。みんなも覚えておくといいよ。お前は何を言ってるんだ。こいつ役に立たなそうだな。4人は警戒しながら施設内を進んでいく。途中、恐ろしいウイルスに感染した生物や音量に襲われてる。クリスの頼れる指揮、レオンの巧みな戦術、イーサンの頼りになる勇気、鍵足の戦略的なサポートにより、一つずつ鍵足を出していく。まあ、クリスの指揮はわかる。BSA だからね。
レオンの巧みな戦術もわかりますね。イーサンの勇気もわかる。鍵やせは戦略的なサポートはちょっとよくわかりませんね。一体何をしているのか。で、奥深くにたどり着いた。クリス、ここが核心部だ。ここを制御すればウイルスの拡散を止められるはずだ。レオン、でも誰かがこの施設を利用しているのは確実だな。まあそりゃそうでしょうね。レオン君が当然のことしか言っていない。イーサン、俺たちの後ろにいるやつを見逃すわけにはいかないな。お、それは一体背後ってことかな、この城は。物理的にではなくね。で、鍵足、みんな私の力を借りて音量にもう一度時間を稼いでもらえるかな。お前は何を言ってるんだ。こいつ音量のことしか見えてクリスたちは鍵足の力を借りて核心部に侵入する。なんで。しかしそこには恐るべき敵が待ち受けていた。どうせ音量でしょ。違うの。何言ってんだこいつら。で、敵のリーダーを出てきた。ウェスカーとかではないか。よくここまでたどり着いたな。だが私の計画を阻止することはできない。クリス、私たちがいる限りあんたの計画は絶対に成功しない。そうだな、このメンバーなら、まあ鍵足は除いてこのメンバーならいけそう。戦いは激しさを増し、4人は必死に立ち向かう。クリスの強靭な肉体、おう、レオンの重機の腕前、イーサンの不屈の精神。あー、でもここはなんかね、解釈一致ですね。クリスはね、強靭な肉体を持ってますしね。レオンは、そう、技がね、冴えてる。イーサンはね、一般人ですけど、うん、不屈の精神力は持ち合わせている。で、鍵足、お前の戦略的なサポートは何なんだよ。なんか後ろでね、コントローラーをいじってるとか、そういう感じですかね。実は操作は鍵足だったというね、3人の。敵との壮絶な戦いを可能にしていた。激闘の末、敵を撃破。敵のリーダー、クソ、こんなところで。クリス、計画は終わりだ。世界は安全だ。鍵足、よくやったみんな。さすがプロの実力だね。やっぱお前見てただけじゃないか。施設の制御をクリスたちが取り戻し、ウイルスの拡散を食い止めることに成功しました。世界は一時の危機を脱しました。レオン、みんな本当にありがとう。これもおかげで助かったよ。イーサン、うん、みんながいてくれたから私も無事だよ。鍵足、これで終わりじゃないよ。また一緒に冒険しよう。いや、もう絶対一番こん中で仕事してないよ、この人。クリス、そうだな、君も仲間だ。また次の危機が来たら一緒に立ち向かおう。クリス、レオン、イーサン、鍵足はバイオテルの危機を共に乗り越え、固い絆で結ばれました。彼らの勇気と協力が世界を救う力となったのでした。ああ、でもなんかね、このね、チームでやり遂げたみたいな雰囲気はいいですね。そこはいいんですけどね、なんか、どうもね、鍵足だけ音量のことしか気にしてない。ずれたやつみたいな展開になってましたけど、ええ。まあまあまあ、でも、なんか、チャット GPT 君もね、クリスとかレオンとかイーサンのキャラをね、把握してそうな雰囲気もありますし、またね、その中にね、自分がね、入っているという、この、ね、状況もいいものですよね。活躍してるかどうかは別として、はい。じゃあ、ちょっと別のゲームにもね、侵入してみますかね。じゃあ、あれですかね、ちょっとこのチャンネルのね、成長のきっかけとなった、アット・デッド・オブ・ナイトというね、ホラーゲームの世界にちょっと行ってみましょうかね。まず、チャット GPT 君は知ってんのかな、アット・デッド・オブ・ナイト。それ聞いてみましょうか。はい、さすがチャット GPT 君ですね。知っていたようです。私は、アット・デッド・オブ・ナイトというホラーゲームを知っています。このゲームは2020年に発売され、ホラー体験を提供するアドベンチャーゲームです。アット・デッド・オブ・ナイトは英国の古びたホテル、シービーホテルが舞台となっています。プレイヤーは掃除人の女性メリンダ。え？そうだっけ？あれ？マヤじゃなかったっけ？主人公。しかも掃除人って。ゲームを進行します。彼女は突然悪夢のようなホテルで立ち往生し、何者かに襲われることになります。いや、ここ合ってるけど、メリンダと掃除人ってのが気になりますね。別のゲーム始まってない？ゲームの特徴はインタラクティブなホラー体験と実写の演技によるリアルなホラーの存在感です。うん、これ良かったですよね。なんか、すごい臨場感がありましたよ。で、メリンダ。メリンダね。マヤじゃない。あくまでメリンダ。メリンダはホテル内を探索し、ホテルに隠された秘密を解明しながら、謎の人物であるジミー・ホール。あ、ここは合ってますね。ジミー・ホールから逃れる必要はあります。プレイヤーはメリンダ。どうもメリンダが気になりますね。メリンダの行動を選択し、アクションを起こしたり、ダイアログを選んだりしてストーリーを進めます。ジミー・ホールはプレイヤーの選択によって行動を変えるため、ゲームプレイが複数の結末を持つ非線形型の要素も特徴です。アット・デッド・オブ・ナイトは臨場感あふれる雰囲気と恐怖心を刺激するストーリー展開で、ホラーゲームファンに高い評価を得ています。うん、そうですね。まあ、メリンダ以外はほぼ完璧と言っていいでしょうね。でもあれなのかな？原作ではメリンダなのかな？日本語ではマヤになってるけど。いや、でもそれをわざわざ前にしないか。これだけ不思議ですね。じゃあこの世界にね、私を登場させて、メリンダ、元井、マヤと一緒にね、ちょっとホラー体験をしてみましょうか。じゃあこれでいきましょうか。アット・デッド・オブ・ナイトの世界に鍵足を登場させて、セリフ付きの怖い物語を書いてください。まあ、やっぱね、ホラーゲームなんでね、この怖いという部分が重要ですね。
さあ、ちゃんと表現してくれるか、どうですか。さあ、完成したようですね。舞台は古びた英国のホテル、シービューホテル。このホテルは不気味な雰囲気に包まれており、悪夢のような出来事が起こる場所として有名でした。入りはいいぞ。ある晩、メリンダだ。ホテルでの掃除を終えて帰る途中で立ち寄りました。しかし、何かが違うことに気づきます。廊下の明かりが暗く、不気味な影が壁に映ります。メリンダは心臓が高鳴り、怖い予感に襲われます。お、でもなんかいい雰囲気だぞ。鍵足、こんばんはメリンダさん。これ何をしているのですか？なんか急に現れたな。鍵足？なぜここにいるの？しかも知り合い。私はいつもどこにでも現れるよ。怖っ。音量なのに遭遇音量なのに遭遇したら命がやするといいですよ。命がいい、ほらもう困惑されちゃってるじゃんもう。それでしばらくの間音量たちの攻撃を下げられますから。それに怖いけれどゾンビなら平気だと聞いていますよ。ゾンビなら平気ですか。ほらもう困惑しかないもん。この世界ゾンビいんのか。はい、それでは私もお手伝いしましょう。メリンダは鍵足の話を聞きながら不安と恐怖に満ちたホテル内を進みます。廊下にはゆったりとした足音が響き、何かが近づいているようです。お、でもちょっと謎の存在が来てるぞ。鍵足、気をつけてください。近くに何かがいますよ。メリンダは慎重に進み、部屋のドアを開けると、そこはホテルの古びた客室があります。しかし、その中には謎めいた存在が潜んでいました。ジミーじゃなくて、謎の存在。ここには誰もいらっしゃらないはずなのに。誰？誰ですか？ふふ、もう逃げられませんよ。やばい、何か謎の存在に襲われてる。命がよし。命乞いをしてください。音量に遭遇したら効果がありますよ。いや違う、これ音量なのかな。まあ可能性はあるけど。メリンダは怯えながらも鍵足の忠告に従い命乞いを始めます。すると謎の存在は一時的に動きを止め、メリンダに向かって吠えます。まだ生きてる。まだ生きていられるようだな。楽しませてもらう。楽しませてもらおうか。頑張ってくださいメリンダさん。頑張るもんなの命乞いって。しかもなんか謎の存在に楽しまれてるし、メリンダは命乞いを続け、鍵足の力によって何とか脱出することができました。あ、助かってる。しかしホテルの恐怖は終わらないことを悟ります。鍵足、お疲れ様ですメリンダさん。でもまだホテル内は危険ですよ。前の乞いをしただけですからね。そりゃあまだ危ないですよね。はい、でも逃げるしかないわけじゃないでしょ。そうですね、私も一緒に頑張ります。あ、まだ何か対抗策が。鍵足とメリンダは手を取り合い、ホテルの闇に立ち向かいます。鍵足の力とメリンダの勇気が合わさり、二人は怖い物語の中で共に戦い続けるのでした。なんかちょっといい感じになってないか。メリンダと。手を取り合っちゃってるしね。でもまあね、戦い続けるエンドでしたね。ええ、恐怖に直面した時はね、ひたすら命乞いをするしかないというね。残念な結果に終わりそうですが、はい、これが私とメリンダのアットデッドオブナイトというわけだ。いや、これは悲惨なゲームですね。この謎の存在はあれなんですかね、ジミーなのか、それとも音量の類なのか。まあ音量出てきますけどね、アットデッドオブナイトはね。まあどちらかというとでもね、まああれは味方ではないですけどね、敵でもないというね、ジミーの悪行をね告発してくれる存在ですから、まあ協力者と言えなくもないですね。そこら辺とね、協力して命乞いをしながら、メリンダとね、戦っていくと。ええ、まあ、マヤなどという存在はね、いなかったということで、ええ、メリンダと仲良くやっていきましょう。じゃあ、今度は、ザ・モーチュアリー・アシスタントというね、ゲームの世界に飛び込みましょうかね。このゲームもね、チャンネルを伸ばすきっかけになりましたので、ちょっとやっていきたい。ちなみに、チャット GPT 君は知っているかな？はい、チャット GPT 君に聞いてみたところ、どうやら知らないようですね。私のデータベースには、ザ・モーチュアリー・アシスタントという特定のフォロワーゲームに関する情報はありません。しかし、ゲームのタイトルから推測するに、葬儀場でのアシスタントをテーマにしたホラーゲームの可能性があります。まあそうですね。タイトル通りというやつだ。で、まあもし存在する場合、情報が更新される前にリリースされたが、データベースに収録されていない可能性があるので、まあね、なんか具体的な情報を教えてくださいということなので、じゃあちょっとね、どういうゲームなのか教えて差し上げましょう。よし、とりあえず軽く教えておきましょうかね。こんな感じで、ザ・モーチュアリー・アシスタントは遺体安置所で遺体の防腐処理をするホラーゲームです。主人公のレベッカは所長のレイモンドの指導のもと遺体の処理を進めていきますが、身の回りで次々と心霊現象が起こり、自分の身に悪霊が取り付くかもしれないという状況に追い込まれます。プレイヤーは悪霊を払う方法を見つけ、時間内に遺体の修理を完了しなくてはなりません。まあこんな感じですと。
なんか教えてあげたら勝手に向こうで物語を作ってくれましたね。一体どんなのが完成したのかちょっと見ていきましょう。物語は古びた遺体安置所。主人公のレベッカは遺体の防腐処理を行うアシスタントとして働いています。レイモンド所長の指示のもと、彼女は平穏な日々を送っていたように思われますが、それは一変します。ある日レベッカは突然身の回りで不気味な現象に遭遇します。奇妙な音が聞こえたり、影が現れたり、気味悪い気配が感じられます。最初はそれが偶然の出来事と思っていたレベッカですが、次第に心霊現象が起こることの裏に何かが隠されていると感じるようになります。おお、でもまさにそんな感じですけどね、本編は。そう、心霊現象が起こるのはね、あの遺体安置所にいろいろ隠されていたからですからね。レベッカ、なんだかおかしい、ここで何か起きてるのは確かだわ。あー、ちゃんとね、今までの流れ的にね、セリフ付きの物語を書いてくれる。レイモンド所長は心霊現象を信じることなく、あれ？レイモンド所長は信じていなかった、心霊現象。遺体の処理に集中するようレベッカに指示を出します。しかし彼女は気になる気配を無視できず、真相を追求し始めます。レベッカが調査を進めるうちに、遺体安置所の過去に不可解な事件があったことを知ります。悪霊が取り付いているのではないかという恐怖がレベッカを追い詰めます。彼女は自分の目にも悪霊が取り付く可能性を感じています。何か悪いものがここにいる。私は一体何なの？あ、自分の存在に疑問を感じている。プレイヤーはレベッカとして心霊現象と戦いながら、悪霊を払う方法を見つけることが求められます。遺体の処理を時間内に完了しなくてはならないため、レベッカは恐怖と戦いながらも冷静さを保ち、不気味な事件の謎を解明しようとします。私はここで逃げてばかりじゃない。これを終わらせなくちゃ。心霊現象の背後に隠された真実とは何なのか？レベッカは自分の運命と向き合いながら、時間内に遺体の処理を完了し、悪霊との対決に立ち向かうのでしょう。プレイヤーはレベッカの勇気と知恵を頼りに、この恐ろしい遺体安置所の謎に迫ります。ああ、まあでもこれはこれでね、知らない人がいたら面白そうなんじゃないですか。そういうね、ホラーゲームとしてね。はい、じゃあまあ大体世界観は合ってなくもないので、じゃあここにね、私をぶち込んでみてどうなるかやってみましょうか。じゃあこれでいきましょう。ではこの世界に鍵足を登場させ、悪霊を完全に払い、平穏な生活が戻る物語をセリフ付きで書いてください。まあね、モーチャリアシスタント、本編はね、微妙にね、全ては解決したとは言い難い感じで終わってるので、これね、すっきりと終わらせてもらいましょうか。えいや、さあ完成しましたね。読んでいきますか。レベッカは遺体安置所での心霊現象に怯えながらも、真相を解明するために奮闘していました。そんなある日、突然現れた謎めいた存在、ガイアシはレベッカの前に姿を現します。やっぱり私は突如現れる謎の存在なんですね。私が怨霊なんじゃないかっていう。こんにちはレベッカさん、私が現れたのは悪霊を払うために手助けをしたいからです。鍵足？どうしてここに？でもレベッカはなんか知ってそう。私はいつもどこにでも現れるんですよ。やっぱりお前霊的な存在では。悪霊が現れることになる場所に私も出没する。もうお前も悪霊じゃんこれ。悪霊に惹かれてるよ。出没とか言ってるし。悪霊を払う、本当に助けてくれるの？もちろんです。私は怨霊は苦手ですが、悪霊は別、そこ別なんだね。怨霊と悪霊別なのか。あなたと一緒に悪霊を追い払いましょう。レベッカは鍵足の協力を受け入れ、悪霊との戦いに挑みます。鍵足の指導のもと、レベッカは怖い現象に立ち向かい、不気味な存在たちと対峙します。私ね、指導できるほど悪霊に詳しくないけどな。ここにいる悪霊を見つけたようですね。私の力を借りて彼らに後悔をしています。やっぱり命乞いだった。わかりました。レベッカも素直、命乞いをする。レベッカは鍵足の受験に従い、悪霊たちに命乞いをします。すると不気味な存在たちは一時的に動きを止め、鍵は消えていきます。聞いてるよ。命乞い聞いちゃってんな。いいですね、悪霊は一時的に弱まったようです。ここからが本番です。一体何を言ったらこうなるんだよ。レベッカと鍵足は力を合わせて遺体安置所の隅々まで悪霊を払っていきます。鍵足は彼女に指示を出しながら、彼女の勇気と知恵を引き出していきます。なんかレベッカの潜在能力を開花させている。よくやったレベッカさん、悪霊たちは撃退されました。なんかしっかり撃退されてる。命乞いしかしてないのに。本当にありがとう鍵足。私のおかげではなく、あなたの勇気と強い心によるものです。それと命乞いね。レベッカは鍵足と共に悪霊を完全に払い、遺体安置所に平穏な日々が戻りました。鍵足との協力で、彼女は自分の中にある強さに気づき、恐怖に誓ったのです。これからもあなたのそばにいるよ。あなたの冒険を一緒に乗り越えよう。やっぱりなんかこいつ霊的な存在だな。うん、ありがとう。これからは一緒に頑張ろう。鍵足とレベッカは手を取り合い、未来の冒険へと向かって歩き出しました。
鍵足の存在はレベッカに勇気を与え、彼女の心の中で強い絆が築かれたのでした。なんかこれ、鍵足という名のスタンドに目覚めてないか、レベッカが能力は命乞いをすることなるほどね。まあ鍵足のね、設定をもっと追加すればね、命乞い以外にもしてくれる可能性はありますがね、今回はもう命乞いメインの男でしたね、私は。はい、まあね、なかなかのね、切れ味をね、発揮してくれましたね、チャット GPT 君も。はい、じゃあまあ、今回はこんなところにしておきましょうかね。はい、過去のね、ゲームをこういうね、新たな形で振り返ることができてよかったかなと思います。はい、またね、こういうね、面白いゲームにね、出会えるようにね、やっていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。まあ、こういうゲームじゃないかこれは創作物ですが、まあね、いろいろとやっていってね、恐るべき怨霊が出てきたときは命乞いをすると、はいそういうスタンスでやっていきたいと思います。はい、では今回はこうまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。